こんにちは。転売を堀秀夫です。今日は、値下げはしない方が儲かるという話でですね。ま主に、ま商品選びの話なんですけど、商売の世界にはね、安売りは馬鹿にやらせておけという言葉があります。まこれは主に3つの意味があります。安売りしないと売れない商材は、商材を選択するやつは馬鹿である。 それから、安売りしか思いつかないやつはバカであると。それから、安売りで勝負するのはバカと争うことになるので、儲からなくて危険だと。何しろね、相手はバカなので、赤字であることに気づいてない可能性があります。赤字なのに儲かってると思ってね、えぇ、ー、競争されたんじゃ、なかなか、え利益に出る金額で売れないですよね。あるいは単に意地で売ってくるとかね。何しろそういう事態になるんで、え安売りというのは、 非常に、えー、良くないということになります。じゃあ、効率的にね、儲けるにはどうするか。まあ、つまり、安売りはバカにやらしとけというね、格言があるわけですから、まあ、逆をすればいいわけですね。まあ、つまり、安売りはしないと。まあ、本当、安売りするとろくなことないです。まあ、売れても儲からない。まあ、安く買わないと、ね、安くないと買わない客に売ると、利益は増えないが、クレームは増えると。ね、これね え、価格交渉してくる人とかね、え、安いもの大好きという人ね、ややこしい人が多いです。まあ、だからね、安く買ってるのに文句を言ってくると。値下げ交渉を応じてね、売ったらクレーム来たと。まあ、これはね、本当に、えー、ヤフオクでもアマゾンでも eBay でもあります。だから、私なんかはね、えー、値下げ交渉してきたら、まあ、下げられませんと。一文で、一行で返事してますね、あの、えー、アマゾンの場合は。 まあそんな形で、え、しろ、安くななろくなことないと。あとね、え、これが最も、え、深刻なんですけど、安くるとね、どうしても利益を確保するのに、え、大量に売る必要があるので、資金繰りが厳しくなると。よくね、薄利多売と言いますけど、薄利多売はね、え、それは資金が回ってりゃそういうのもありなんでしょうけど、まあ、ちょっとしたハプニングでね、え、資金が詰まっちゃって、え、倒産破産ということが非常に起こりやすいです。 だからね、安売りは、ま、破滅の入り口ということでね、えー、気をつけてください。で、安売りの始まり。これは値下げです。安売りはね、えー、値下げすると売れる商品が出てきます。で、儲からなくても、資金繰りのために売り続けると。何しろね、えー、売り上げを拡大し続けないと資金が回らないです。薄利多た場合の場合は。で、いつの間にか赤字になっても、もうこれはね、気づいたって資金繰りのために売るのを止めらんないと。 逆に気づく余裕ももないといとうケースもありますねでこうなると、ちょっとしたハプニングで資金繰りが詰まってゲームオーバーと、まあ、この下の方に、ね、事例の動画載せてますけど、まあ、かなり大きい、ね、旅行代理店なんかも、ポンドの変動であっさり潰れちゃいましたねで逆に安売りをしないためには、ね、値下げをすると安売りすることになるわけですから値下げをしなきゃいいわけですね値下げをしなくても売れる商品だけを売ると 値下げをしなくても儲かる商品だけ売り続ける。儲かる商品が見つからないときは無理に売らないと。まあ、こうすればね、えー、儲かる商品だけ売るので資金繰りはとても楽です。まあ、気軽にこの形で儲けるのがおすすめです。まずこの儲け方を分かった上でですね、自分は資金繰りがきちんとできると。資金繰り詰まっても耐えられる精神力があるという場合はね、薄、ま、れ、あ、た場合に行ってもいいんでしょうけど、まずは儲かる商品、ね、どういう商品か。 そしてね、えー、安く売るのはやろうと思えばいつでもできるんで、まず高く売れる商品探しを身につけるのがおすすめです。その形で値段を下げるともう大変な割にはね、えー、儲からないということになりますんで、高くても売れる商品を売ってください。でね、これ、ビジネスのまあコツというか引きつでね、えーまあ、良い面に集中して伸ばすというのがあります。 これはね、大きなコンサルティング会社の方とか、マーケティングの方も、まあ皆さんおっしゃってますけど、えー、良い面に集中して伸ばすというのが、まあビジネスをシンプルに儲かりやすくするコツです。まあ、逆にね、えー、まあ真面目な方は、まあ、弱点を克服してバランス良いビジネスにするとか、いうのを目指しがちなんですけど、まあ、転売で言ったらね、売れ残りの商品をね、きちんと売って資金にすると、お金に変えると、無駄は出さないと。 いうような方に行きそうなんですけど、これ一見ね、正解に見えますけど、大変な割には効果が見込めません。えー、弱点やマイナスの克服に注力するとね、ほとんどの場合、成果が上がりません。これはね、えー、ビジネスやったことない人でも、えー、勉強なんかでね、えー、苦手科目を頑張って勉強してね、できるやつを追い抜いたことがあるかというふうに考えていただくとね、えー、やっぱり、えー、苦手の克服っいうのは厳しいと。得意なら伸ばす方が簡単だと。 いいいいいうこととに気づいていただけるんじゃないかなか思います何しろね、普通の人が、まあ、努力したぐらいじゃ弱点やマイナス目は克服できないです、えー。標準になってもね、ビジネスじゃ意味ないですね。一番になりなきゃ意味がないんで、そう考えるとね、マイナスの目を一番に持っていくというのは無理ですし、不良在庫を全部換金するというのは無理です。ならもうそれはね、切り捨てて諦めちゃって、 儲儲かる儲かるるる商商品品探し見つけけて売り続この点をね、商品選びの参考にしてください。もちろんね、こんな商品どうでしょうとかね、あるいはね、ちょっと理解がしにくかったから、こういうことなんですかとかね、どういうことですかというね、ご質問があったらお気軽にお寄せください。参考動画の方もこちらの方にね、3つほど載せておきます。以上。 転売を堀秀夫でした。